ウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、支援者の一言が皮肉にもウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えます。また外国人への支援として結果的に逃走や不法滞在の手助けをしてしまっているグループも存在し、適切な人材が管理人としての責任を果たさなくてはなりません。現行法では何度でも無制限に難民申請を繰り返すことによる送還停止によって、重大な罪を犯して収監されたものであっても、テロリストであっても、無制限に日本に滞在することができる仕組みとなっており、難民認定申請中に仮放免となり逃亡する事案が数多く発生。国内の治安維持に影を落としてきた郷に入って郷に従えぬ外国籍の方は、速やかにお引き取りいただきたいというのは当然の国民感情でもあります。秘書は殺人罪、そして梅村どうなってるんだ？ウィシュマさんが仮病だって？お前は何を言うんだ？支援者を手なすな。梅村、お前という女は鬼の女だろ。あたいは許さないからね。オイラは梅村を許せない。俺の回し蹴り受けてみな。維新、梅村、お前という女は愛国心ぶるのはやめてくれ。あたいは許さないからね。梅村を許せない。俺の回し蹴り受けてみな。